い、皆さんこんにちは、アミチー先生です。今日は iPad と PC2 つ使ってデザインを作っていく方法を紹介していきたいと思います。で、今日作るのはこれです。お家でできるこういう感じのシールステッカーみたいなのを作っていきます。こんな感じで1個ずつカットするとすごいね、可愛らしい感じになるんですけど、これ透明なシールでなんか貼って剥がせるシールみたいな感じなんですけど、これをですね、今日はイラストレーター iPad 版と、デスクトップの iPad 版を使って、作り方をね、ちょっと紹介していきます。で、今日使うのはいつも通り iPad と、あとね、PC の方はこれ使っていきます。グラム、LG っていうところから新しく出たね、このグラムっていう PC があるんですけど、これがね、すごいデザイナーさんにおすすめなので、ちょっとこれを使ってやっていきたいと思います。で、今回の動画はですね、 LG さんに提供いただいて動画作らせてもらってるんですけど、実はですね、私の視聴者さん、アミティ先生の視聴者さんって結構 Windows ユーザーが多いんですよね。で、私はいつも Apple の Mac を使ってるんですけど、やっぱり Windows でどうするかっていう質問とかね、結構来たりするので、やっぱり会社で Windows 使っててサブで iPad 使ってる人とかとね、結構多いみたいなんで、そういう人に向けて結構役に立つ動画になるんじゃないかなと思います。で、この新しく出たグラムなんですけど、めちゃくちゃめっちゃ軽いんですよ。で、軽いし、あと画面がね、すごい綺麗なんで、デザイナーさんにおすすめですね。グラムって結構前からシリーズとしてあるんですけど、それの新しいバージョンですね。新しいグラムちゃん。で、グラムのこの特徴、めちゃくちゃ薄い。薄くて軽いです。で、これはね、16インチなんですけど、もう一個小さいのもあるんですけど、これでもめっちゃ軽いです。はい。で、これがすごい持ち運びに便利なんで、iPad とね、一緒に持ち運んで、デザイン作業とかね、するのにすごいいいんじゃないかなと思うので、今日はこのステッカーの作り方をさっくりね、紹介していきたいと思います。めちゃくちゃ簡単に誰でもできるので、ぜひね、ちょっと真似してやってみてください。はい。じゃあ、イラストレーター iPad 版立ち上げたらですね、キャンバス A4 のサイズで始めていきます。で、今回はですね、あんまり細かいところまでは説明しなくて、大体の流れを分かってほしいので、さっくり進めていきたいと思います。で、まずこの下書きのスケッチ、プロクリエイトで書いたやつをですね、こっちのイラストレーターの方に読み込んで、この上からトレースしていって、ロゴみたいなものを作っていく感じになるんですけども、鉛筆ツールっていうのがイラストレーターにあります。鉛筆ツールでこうやってなぞるだけでパスがね、簡単に書けるツールなんですけど、これを使ってクマのアウトラインですね、を作っていく感じです。で、1個オブジェクト作って複製させて、これ反転させるとこんな感じで左右対称の顔を作ることができるんですけど、こんな感じで耳作ったら左右反転させて、左側も作れみたいな感じで作っていくとすごい綺麗に作れます。で、鼻のところとかは、楕円形ツールを使って、ダブルタッチするとね、こんな感じで変形させることができるので、ちょっと微調整をしながら、綺麗な鼻の形を作っていく感じです。で、基本的にはね、もう全部鉛筆ツールで作っていきます。なぞるだけでパスができるので、本当にね、知識ない人でも簡単に作れます。で、できたら、この型くり抜きっていうボタンがあるんですけど、これを押すと、鼻のところとコーヒーカップのところがくり抜かれて、背景が見えるような感じになります。これすごいですよね。で、もっと細かい作り方の解説は次回の動画で紹介しようと思っているので、その動画公開されたら概要欄のところにもリンク載っけておきます。詳しく作りたい人はそっちからね、見てください。で、このイラストレーター iPad 版はテキストの機能がすごい充実してて、いろんなことができるんですけど、例えばこのコーヒーベアっていうテキストをですね、個に沿って配置したいときは、こう楕円形を作って、それをダブル選択、両方とも選択した状態で、パス状テキストっていうのが右側にあるんですけど、これ押すと、こんな感じで、今作った楕円形の個に沿って文字を配列してくれます。で、もちろんこの状態でサイズを大きくしたりとか、文字と文字の間ね、詰めたりすることもできるので、こういう面白い使い方とかもね、ぜひ皆さんにやってほしいなと思います。こういう感じで、個に沿ってやると結構ロゴっぽくね、なったりするので、これすごいおすすめです。はい。で、こんな感じで iPad での、ロゴ制作はここで一旦終了です。で、こっからデスクトップ、グラムでの作業をやっていきたいんですけど、デスクトップに移行するときは、一旦この左上のホーム画面に戻るっていうところを押して、この画面にした状態でデスクトップに行ってください。そうしないとね、ちょっとエラーが出ちゃったりするときがあるので、一回ね、ホーム画面に戻ってください。で、こっからですね、グラムの方ですね、デスクトップ版のイラストレーター立ち上げていきます。で、イラストレーターはもう同期されてるので、データが同期されてるので、
iPad を閉じてその状態でデスクトップ版を開くと、もうホーム画面にこのさっき作ったデータが表示されてます。で、途中の段階からこんな感じで作業を引き継いでやることができるので、もうこれがねめちゃくちゃ便利なんですよ。なのでデスクトップ版使う人はね、ぜひこの機能を覚えてください。で、ここからはですね、最終調整をやっていく感じになるんですけど、今このクマとコーヒーカップがバラバラの状態なので、両方とも選択してアピアランスを結合っていうのを押すと1個のパスになります。で、この状態で、もう一度オブジェクトのところから、複合パスを作成っていうのがあるので、複合パスを作成っていうのを押してください。で、そうするとですね、このクマとコーヒーカップのところがですね、一塊になるので、一気に色を変えたりとか、これ自体にグラデーションをつけたりとかね、することができます。で、あとデスクトップでやることはですね、細かいこのサイズ調整かな、クマのサイズに対して文字のサイズ比率をいい具合にするだったりとか、位置調節ですね、ちゃんと真ん中になってるかとか、ほんと細かいところなんですけど、あとはですね、テキストをアウトライン化させる必要があるので、テキスト選択してアウトラインを作成っていうボタンがあるので、これを押すと、テキストからこういう1個のね、オブジェクトに変形させることができます。で、あとは細かいとこですね、こういう2021の文字と文字の間ね、間隔がバラバラだったりするのを、こういうのをきれいに詰めていくっていうのはデザイナーさん絶対にね、やらなきゃいけないところだと思うんですけど、こういうのね、iPad だとなかなかできないので、ぜひデスクトップでやってください。で、最終的にシールとして印刷するので、これ実寸大にする必要があります。5センチにしたいなと思ったら5センチで入力するとね、こんな感じで綺麗に5センチになってくれるんですけど、この状態で周りにこの切り取り線を作ります。この黒の丸自体は最終的には見えないようになるんですけど、ここ切るんだよっていう切り取り線とかをねつけておいてあげると、切った時に綺麗になります。で、あとはこんな感じで、シートに敷き詰める、ひたすら敷き詰めて、印刷したい欲しい枚数だけね並べるようにしてください。で、全部クマにしてもいいんですけど、ちょっと今回せっかくなんで違うやつもね貼り付けていきます。このエンブレムデザイン、これ Adobe フレスコで作りました。で、これとあとはですね、プロクリエイトで作ったこの線画アートですね、最近 iPad セミナーね、YouTube のメンバーシップでやってるやつで教えたやつなんですけど、こういう線画アートも貼り付けていきます。で、プリントするときはこのファイルのところからプリントっていうところがあるので、これを押してもらうと、いろいろプリント設定を変えることができるので、ここで、用意されているこのシールプリントの紙に、順次で設定を変えていくって感じです。左下に詳細設定っていう項目もあるので、そうするともっと細かい設定をすることができます。今回はですね、紙を普通紙っていうところから、光沢紙のスタンダードに変えてます。で、これで、プリンターの方に行きます。はい、で、こちら、我が家のプリンターと今日使う用紙ですね。これはシールになってる A1 っていうところの、手作りステッカーの透明タイプの用紙ですね。これ2枚セットなんですけど、めっちゃ良かったですね。で、プリンターはキヤノンのプリンター使ってます。これもね、概要欄のところに載っけておくのでね、よかったらプリンター探してる人は見てみてください。プリンターにね、紙差し込んで、もうイラストレーターのプリントっていうボタンを押すだけで、もうこんな感じで速攻で出てきます。うん、めっちゃいい感じですね。で、あとはこの専用の保護フィルム、光沢フィルムがあるので、これを貼るとシールっぽくなるんですね。なので、これ端っこ合わせてピタッと綺麗に貼っていきます。まあ、この辺はね、 iPhone とか iPad の保護フィルムシールをね貼り慣れてる皆さんだと思うので、簡単にできるかなと思います。で、貼ったらもう最後切って終わりになります。ちゃんとやりたい人はカッターで切った方がいいかもしれないですね。こういう丸とかなかなかハサミで切るの難しかったです。まあ、エンブレムとかはね、綺麗に切れました。はい、で、こんな感じで完成です。すごい可愛いでしょ。いい感じにできましたね。で、じゃあ貼っていきましょうか。ちょっとせっかくなんでね、このグラムのロゴの上に可愛く貼りましょう。透明のシールなんで、ベースの色、このグラムの白色が反映されるって感じですね。で、 iPad Air に貼るとこのベースのグリーンの色が反映されて、線画アートがちょっと緑で可愛らしくなりますね。で、このシール発色もすごいし、取り外しもめちゃくちゃ簡単にできるので、めっちゃおすすめです。こんな感じですごい可愛いね、シールが簡単に作れました。はい、ということで以上、 iPad とグラムを使ったデザイン術でした。いかがだったでしょうか。こんな感じでね、ワンポイントに貼ってあげるとすごい可愛くなります。
ちょっとあの赤いやつ外しちゃったんですけど、こういう白黒とかでね統一してもいいし、あのシールいっぱい使ってわーっていっぱい貼る人いると思うんですけど、そんな感じでやってもらっても全然いいと思います。で、今日やったデザインの工程なんですけど、 iPad だけでもね正直頑張ったらできるんですけど、最後の爪の部分ですね、サイズ調整したりとか綺麗に並べるとか、そういうところは PC でやった方が絶対早いし、あの綺麗にできると思うので、そういうのやりたい、しっかりやりたい人はぜひね PC 使ってみてください。で、私がこういう PC とか iPad とかデザインをする時のデバイスを選ぶ時の基準というか、めちゃくちゃ気にしてるところが、この画面の綺麗さなんですよね。どれだけちゃんと色が出るか、あと発色が綺麗かっていうのをねめちゃくちゃ気にしてるんですけど、この新しく出たグラムはですね、すごい自然な色彩表現ができる IPS パネルっていうのを搭載してて、それがですねもうめちゃくちゃパキッと色が出るというか、すごい自然でめちゃくちゃ綺麗なんですよ。で、ちなみに私ディスプレイ、普通のディスプレイの方も LG を使ってて、これもねすごい色彩というか色が綺麗なんですけど、なので多分私はね LG の色彩の感じが多分めっちゃ好きなんだと思います。なんでね、すごいデザイナーさんにはめちゃめちゃおすすめしたい、この LG のグラムだったりとかね、ディスプレイとかめっちゃおすすめです。で、あとめっちゃおすすめしたいのが、最初も言ったんですけど、めちゃくちゃ軽いんですよ。もうね本当に軽いのiPad 2枚ぐらいかな、それはちょっと言い過ぎかな。でもめちゃくちゃ軽くて、今16インチのねあのサイズ使ってるんですけど、これ iPad 11インチ と、グラムの16インチね。で、もう一個小さいサイズもあるんですけど、グラムのね小さいサイズがあるんですけど、16インチでもすっごいすっごい軽いのね。で、もしこの iPad のサイズと合わせたいっていう人は、もう一個小さいサイズ13インチがいいかなと思います。で、私が16インチね選んだ理由は、やっぱり最後のデザイン作業したい時とかは、せっかくなんででっかいキャンバスでね、でっかい解像度で見たいので、そういう風に使い分けたりしてるんですけど、小さいサイズでもいいと思います。で、小さくても軽くてもめちゃくちゃ充電持つんで、この16インチのやつで、最大30時間、充電が持つっていうことなんですよ。で、私ねこれずっと使ってるんですけど、何日も充電せずにずっと使い続けられて、結構ね衝撃だったんですけど、それぐらい充電がすごい長持ちするものになってるらしいので、あのもしねこれから Windows 新しいの買いたいなって検討している人は、ぜひあのグラムもね検討の視野に入れてもらったらいいんじゃないかなというふうに思います。はい、ということで、今日は以上にしたいと思います。デザインのチュートリアルが良かったとかね、あのグラムのレビュー良かったって思った人は、ぜひいいねボタンを押してもらえると嬉しいです。はい、ということで今日は以上です。次回の動画もお楽しみに。バイバーイ。